お疲れ様です。ラットです。今回はですね、ミラーシリーズというところで、やっていくんですけど、今日はですね、こちら。見ていただければわかると思うんですけども、バルーンをですね、ミラーしていくデッキになっておりますっていうところで、これもともとテンプレデッキの、この鏡の枠が、アイスピですね。で、このアイスピはただそのミラーに変えただけなんですけど、それが、結構、良きで、はい。ということで、これ、さっき負けたんですけど、あれですね、この結構ロケットめっちゃ多いんですよ、これ。なんか、ロケットで、3連続ロケットで、意外と、バルーンってロケット打たれたら結構入らないんで、ですけど、ミラーのおかげでね、何度か勝つことができるみたいな感じのもありので、ちょっと最後だな、これ。ちょっとな、対空が多いなっていうのを、みたいなの思い、さあ、やっていきましょうかね、というところでございます。バルーンな、14になるんですよ、ミラーしたら。まず、普通に、どのユニットでもレベル14のユニットが、それは強いわけなんですけど、そのバルーンがですね、さらに一段と強い。そのミリ残りのバルーン一発入るみたいなのが結構入ったりもあってですね、意外と強いですね。で、爆破ダメージもその分上がってるんで、攻めたいんですけど、相手が何も出してきてくれなくて、この手札で、いやー困るなー。ザップでいっか。なるほどね。これは一回待ってもいいですね。相手がラバだった時にファルチを使っちゃうと、もうピンチになっちゃうし、みたいなところで。いや、ラバっぽいっすけどね。ラバ、スケラとかだったら、もうなんか展開してくるんで、これ多分バルキリー出したら、ケツラバが来ちゃいますね。いやー、何出してもラバ合わせられるんすよね、これ。やばい。で、バルーン単体でも防衛されるから、怖い。とか酔ったら、全然なんか違う感じのユニットで出てきた。おや？スケラっぽい。スケラか。スケラですね。最近流行りのスケラですね。これはちょっと高めで止めて、もしね、スケラを打たれた時用の。で、これ相手アイスイズしかいないんですけど、多分これはアイスイズ墓石のトルネードがあって守られるんですよね。だから、一回バイバイして、これ多分トルネード相手吸ってこない。ん？あ、吸ってきた。なんでここはチャンスですね。相手も今対空バルーンしかなく、あれしかなくてビビドラ。これザップ打ってあげると、このね、ディガーにターゲット行って、さらにバルーンも刺さるっていうので、これでも、やばいっすね。本当に。今見ていただければ分かったと思うんですけど、バルーンがやばい。とりあえずバルーン14がやばくて、しかも2連続でこのトントンって出してあげると、相手やっぱしょっぱなのバルーンに絶対防衛するんでね。それがめちゃくちゃ刺さりますね。もう一回バルーン出してあげて。これ2周目バルーンワンチャン回していいのか。でも、ここはでも守りつつでいきたいんで、一回、おこれはアイスイズ処理して、あげると普通にダメージが入りそう。いや、遅延で入らないですけど。言うてこれはもう上で相手のユニットを止めてあげれば、このもしね、このスケルトンラッシュ打ってきたところも防衛がしやすくなりますね。で、これはもうファル今度はバルキリーのミラーで止めてあげるといった感じで、こんな感じで、普通こんなバルーンだったらスペルポイズンもないしスクラムも結構きついんで、普通のバルーンだったら結構しんどいかもしれないんですけど、このミラーの1枚これがあることによってもう相性とかも全然変わってくるんでね。今のは2体目バルーンがただ強すぎたっていうので。さあ、2戦目ですね。何がきついんだろうな、でも。普通にやっぱ30しかしんどい気もしますけど、言ってバルーンで決めちゃえば、あとはバルキリーがあって防衛もできそうですし、ラバとかもね、2体ファルチっていうのもありますし、トルネミラーもありますし、ゴレに対しても。意外と結構強いみたいなとこありますよね。
よし。で、あー、いや、これがやば。そんなことする人いる？やばいやばい。いや、これは、違う違う。これは聞いてない。初手からそんなことする人いる？やばいでしょ、今の。今のはやばい、マジで。初手ムートスキルはやばいっすよ、マジで。いや、これ取り寝で座れるかもしれない。いや、ロリババ。あー、流行り、流行りですね、流行り。みんなすぐ流行り使えますからね。さあ、これまたあれっすね。アイスウィズと、あとはベビドラか、メガゴか、インドラか。まあ、その辺の体育ユニットが1枚いますね。で、まだ体育1個も割いてないんですよ。だから、割いたところでなんすけど、とりあえずアイスウィズ処理したいから。あ、待って、これミスった。ザップザップ。いやー。やばいやばい。あ、ディガー優秀。あ、一発入る。入らないな。やばい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 。オーケーオーケーオーケー。なんだかね、なんだかね。このムートニア、まあ、バルキリーがね、優秀と。いうところで、まあ、まだ全然参りますね。で、こういう状況だったら、相手はま、1800取りに来るじゃないですか。1800を、例えばビビドラスケルとかで、一気に攻めてきたときに、守るのしんどいんですよ、これ。この瞬間に攻めてあげて、11交換的なのを狙えたらいいんですけど、まあそんな狙ったりできないですね。で、これターゲット変えて、あー、いんねえのか。やべ。やばいっすね。でもディガーがなんか、めっちゃ削った。あのムートもなかなか厄介。もうなんか、正直なところ、ディガー削りみたいなのがありつつね。ワンチャンザップで。歩くね？歩くね？来た！来た来た来た！やば！ああ、入ってない！今絶対入ったでしょ。今絶対入った。どうして入ってないの？やばいやばい。やばいやばい。やばい。やばいやばい。これスケラが痛い。スケラが痛い。スケラが痛い。バーバリアも痛い。よくない。よくないねー。これは良くない。マジで。これは良くない。いや、でも勝てそう。勝てた。今のは本当に勝てた。だって、さっきの人と、デッキ一緒っすもんね。ムートとナイトが、まあ、違うだけ。で、ウッドとロリバムが、まあ、違うだけなんで、まあ、今のは正直勝てましたね。いやー、もったいない。もったいない。惜しかった。しかも惜しかった。で、まあ、バルーン一発で、二発入ればタワー落ちて、一発もでも入ってしまえば、あとはもう正直ディガーで削ることができるんで、そうなんですね。で、まあ、最後のはですね、あれ、バルーンが入ったと思ったんですけどね、惜しかった。めっちゃ惜しい。やるな？よろしくと。さあ、とりあえずでも、受けから行きたいんですよね、僕からしたら。受けて、カウンターでバルーン出して、もう一回バルーン。で、攻めたいんですけど。さあさあさあ。まあ、あとは相手の対空を把握するのがめちゃくちゃ大事ですね。どのタイミングでバルーンを飛ばせばいいのかっていうので、まあ、これは相手がジャイデッキっていうので、対空が、まあ、基本2枚。基本2枚ですね。なんで、まあ、これだったら、マスケメガゴとか、ダクネメガゴとか、ダクネハンターとか、そんな感じのやつが、まあ、2枚入ってるかなっていうのは、ありますね。ちょ、これすることないんでね。2周目ハルチェ出してあげて。これはスケルトンでね。ぼやしてあげて。これはちょっとディガーでね、1体守りたいですね。よし。OK。OK。なんかね、なんかわかんないですけど、カウンター。でもこれバルーン出せないんで、今の。もうこれは、ハルチェで攻めてあげる。よし。これなんか取る、あ、やばい。OK、OK。で、この対空2枚をファルチェで。OK。いい取るね、ハルチェ。よし。よし。で、今は多分相手もコストないんで、結構使って。しかも、ハンターとメガが割いたから、で、今の手札がジャイプリのコース、スペルが多分2枚。で、対空ないんですよ。でも問題が5だった時がめちゃくちゃしんどいんですよね。だから、カウンターでやっぱ飛ばしたいっていうのあるんですけど、ここでミラーファルチしたくないんですよね。でもしないと意外と防衛がピンチ。まあこれはスケルトンでターゲット取って、でバルキリーでターゲット取って、
ここは一回このファルチェ、オッケー、持ち替えた、鎌を持ち替えて、いやーバルーン飛ばしたいんだけど、一回待ちっすね、ちょい一回休憩、一回休憩、休憩も大事っていうので、まあアイテムも置いてきましたね。ここでファルチェをしっかり残してあげたいですね。よいしょ、はい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 、いやー、あ、ポイズン、相手ポイズンですね。することないんで、一回ザップって、このファルチをね、回してあげます。で、まあ、ディガー来て、結構やばいんですけど、まあ、このトルネードプラスのファルチが、めちゃくちゃ強いですね。で、これバルキリーも出してあげたら、相手のユニット全時計。で、このバルーンを出すタイミングがね、難しい。出したいんですけど、出した瞬間の防衛がめちゃくちゃ怖いですね。これ一回ザップで止めて、大体多分これでザップってくるかな。ですよね。ここ一回バルキリーで。OK。来た！カウンターの準備が整いましたね。あ？バルキリー？やばい。そんなに全然だった。全然だったよ。これね、もう一回ファルチがあるんでね。よし。で、これトルネで。あ、やばい！突進入った！これやばいですね。これやばい。痛い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 。シンプルにやばい。めっちゃジャイが入る。やばいやばい。いや、いいよ。カウンターカウンターカウンター来たっすね。こっちにバルーン出して、あっちにユニット探して、あー！なんやねんなんやねんなんやねん。それは違う。いや、これは、トレンドでメガゴスって、OK。リガープラスの、ザップ。で、バルーン14強いから。あー！勝てたー！めっちゃ惜しい。めちゃくちゃ惜しい。いやー、メガゴが入ったね。いやー、勝ちたかったっすね、今の。勝てないのか、今の。今のいけそうでしたね、でも。多分、守りすぎた。もっと攻めてよかったかもあるんですけど、ね、ちょっと悔しいんで、もう一回。来たんすけど、これっすね、あれっすね、もうケオスセオリー。JTB 選手も、この、金曜か日曜日、日曜ですね。この日曜日にちょうど試合するチームの選手ですね。やばい。当たっちゃった。まあ、ここで、勝っときたいですね。まあ、とりあえずディガー。あ、てか3コース使ってんだ。あー、ラバですね。はい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 。まあ、これファルチ出します。で、まあ、ラバで、ディガーとかだったらしんどいんですけど、まあ、普通のファイブとかだったら、ファルチが2体いるんで。さあ、で、これ多分ガゴとかかな。あ、なるほどね。あ、そういう系か。はいはいはい。これトルネで吸ってあげて。よいしょ、これ右も左もいい感じみたい。ああ！そんな、今の入る？今の入るのは違うくね。これでも、これ、バルーン飛ばして、相手が多分このファルチェのボールが結構しんどい。これザップ打って、したらこれ一発は入るでしょ。頑張れ、バルーン、おい！今のバルーン14だったら入ってた。まあ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 。両サイ削られちゃってますけども、けども、まあ、最初のファルチェの2体の位置がファイボで両方処理されちゃう位置で甘かったですね。さあ。することなくなりますね。あ、出た。内側ラバ。これは分かってる動きですね、相手。これでも今、相手メガゴしかいないですよね。気づいた。はい。で、墓石も多分ないんじゃねっていう。あ、回ったか。はいはいはい。このバルーンはキング軌道まで持っていきますね。しゃしゃった。やばい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 。一つ気づいた。やばい。
通に負けた。普通に負けた。ちょっと待って。これは、あれだな。よくねえなぁ。まあまあ、そういうこともありますね。そういうこともありますね。ということで、本日、ひどいな。ひどい。勝てなくなってきたな。もう一個勝ちたいな、もう一個。もう一個勝ちたいですね。じゃあ、すいません。じゃもう一試合勝ちたいんで。じゃあ、本当に、ね、もう一個勝ちたい。もう一個勝って、勝ち試合を2本欲しいっす。2本欲しい。ってことで、マジ、勝つまで、勝つまで、勝つまでいきたい。よし。よし。さあ、勝ちたい。マジで勝ちたい。まあ、とりあえず受けから行きたいですね。で、あとは相手が何の対空ユニットを持ってるかですね。とりあえずまあスケルトン出して、相手何もしてこないな。もうザップ打って、で、まあ、初っ端はね、一応ディガーをトルネ警戒の位置にね、防衛されるのはしょうがないんでね。おや？オーンゴーレム。まあ、ここは、まあ、一回バルキリーとファルチェで防衛ですね。今の逆サイにバルーン流したいんですけど、もしメガゴとかが手札にあった瞬間に、一気に防衛されて後取られちゃうんですよね。だから、一回防衛ですね。で、ここで攻め取るねかロケットされたら、二周目ファルチェなんですけど、あ、ライトニングか。まあこれももう一回出してあげていいですね。うん、相手はこれ攻め取るんで今ミスってますね。これはラッキーですね。やば、ファルチが優秀で、これも多分ライトニングもトルネードも使って結構コストないと思うんでね、飛ばしてあげて。まあこれはディガーはいらないかな。普通に多分一発入れたらもう十分ぐらい。で、これファルチの、ファルチが14、あー惜しい !14 ファルチがメガごと、また爆発機でベビドラを倒しましたね。強い。で、あとはもうこれで、こうなったら、まあ正直ディガー削りで落とせるんですよね。はい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 。で、これは2周目ファルチ回しますかね。どうしようかな。2周目ファルチェってもう回ってるんですけどね、なんか言い方では、言いようでは。ちょっと後ろに今下げてあげて、でこれで回して、はい、回った。相手多分これ攻めファルチェ、攻め取るにしてくるんですね。でその攻め取るのをしっかりこのバルキーで受けてあげます。でこのここはザップ打ってあげるとメガゴも処理できる。 OK。で、あと167まで削ってるんで、ここも一回2周、ん？何周目とかもわかんないや。普通にファルチ出してあげて、で、まあ、ライトニング来たら、落とされると。おや？やばいやばい。今の守れたっすね。これやばい。おや？おー、危ねえ！攻め取るねで。危な！正直負けたと思ってた。正直守ったと思ったけど、今、相手は、あれですね、トルネード使ったんで、これで、まあ、一発は惜しいですね。あ、一発だけはやばいな。一発だけはやばい。でライトニング来るっすよね。だから、今のはファルチは捨てて、ここで防衛ですね。OK、これ14ファルチやばっ、強すぎん今の。いや、コンファルチが爆発処理されるっすけども、やばっ。で、今、相手攻め取るね、やったっすから。これ、こっちにバル出して、あれを防衛させて、はいはいはい。で、このユニットたちは美味しくいただいて、で、まあ、多分ライトニングされるっすかも。あ、相手攻めてきた。これは、ザップとバルキリーでハードカウンターにしたいっすけど、コストがない。
で、多分一発目はここライトニング相手打ってくるんですよ。だからこれはライトニング誘って次のバルーンで、あーでも打たないか、全然全然だ、言ってることが全然合ってない、まあ、けどもオッケー、しっかり防衛しとけば相手も苦しいですから、もう一回バルファルチ出して、でもこれはファルチ4体でいいな、でもファルチ4体とかしとけば、これ一応こうディガー出して飛来死んで、オッケーオッケーオッケー、でこれもう一回ファルチ出して、あ痛い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 、やばいやばい、ザップってスケルトン無理やりでも間に入れてターゲット変えて OK。 いやもうこれを繰り返すとあれなんですよね、めちゃくちゃしんどい、一回多分ゴレクルと読みの攻めやばい、まあこれあれですね、相手の攻撃全処理のためのバルーン OK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 、 これでほとんど飛ぶと思ったけど、さああと問題が1700ですね。ここマジでこれでもライトニング来るんですよね、やだわ普通に、やだ、いや来なかった、オッケーオッケーオッケー、でこれスケルトン来たんじゃねワンちゃんタイミング、さあ行くしかないです、これもトレネでバイバイして、あー無理だ、やばい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 、落ち着いて落ち着いて、これは引き分けですね、いやーまあ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 、ん？やばいやばい、引き分けとか言うてる場合ちゃう、そんな場合ちゃうねんな、いやーまあグッドゲームですね、はい、まあ惜しい惜しいですね、まあ、勝ちたかったですけども、まあまあまあそういうこともありますということで、まあ本日ねこちらまあ、ミラーバルーンというところでやったんですけど、まあ、バルーン、ミラー、めちゃくちゃ強い気がしたんですけど、そんな勝てない。やっぱむずいっすね。やっぱむずい。そう。なんで、まあ、皆さんも、ちょい、本当に、やってみてほしいっす。むずいっす。とりあえずむずかった。っていうので、まあ、今日はね、これぐらいにしとこうかなと思います。ではではでは、2本目の方もね、ぜひ見てください。では、終わります。バイバイ。よいしょ、お疲れ様です。ってことで、なんか5試合ぐらいしてるんですけど、このなんか1個、どっかの1個の負け試合を、ここの間ですね。間の1試合か2試合、まあどっちでもいいんで、省いといてもらえると助かります。なんで、まあ5試合して、計、はい、まあ、計3試合か4試合を動画でよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。